ば、あノーチアソーこの試合は合わせやすいというのがありますよね。ヤソの場合だと自身が打ち上げてからスタートなんですけど、はい、ヨネの場合は、まあ、アルティメットで、なんでジンクスなんだろう。ドレイブンでよくない？ドレイブンで。ドレイブンでよくないか。ただ 12.12B だからタリアのダメージがそんなに高くないんで、そうなるとオーンのアルティメット、そしてなんといってもパッシブの強化がハマってくるというところでそこを潰しましたね。そしてナーバンというのもなんかこれをもうデトネーションオーガスミバーサス戦国だからこそみたいなところちょっと出てますよね。出てますね。あそしてカウンターのリサンドロがいなくなったのでアーリーを抑えると、ルブランもいないです。そうですね、これいいピックじゃないですか。いいピックだと思います。というのも、まあ、戦後ゲーミングとしてはジェット選手アーリーに対しては十分ピックプールあるということで、もしくはタリアを当てていくと、バフされたタリアだったらレーン有利、アーリーに対して取れるんです。これ レベル1で決まっちゃったんだよね。これ俺なんかレボル君気づいてなかったらしいんだけど、レベル1で縦割りしてさ、アーリーがプッシュしてるだよね。アーリーが全部プッシュしきって、これでレベル1なので、そうですね、スキルは一つしかありません。これで結構きつくなっちゃうでしょう。ミッドの主導権をフォーカスには取らなければならない中で、ジェット選手にこれ気づいてなかったらしい、レベル1でミッドプッシュ。いやでもレベル1は押し込んでましたよ。そのままプレッシャーをかけ続けるという選択肢もあったんですけど、あそっちの方が良かったんじゃないかと。そうですね、まあ、今後のミッドレーンの展開の中でもうこれで終わった続けられるのであれば全く問題ないです、ね、これでもうきつ、まあ、それほどまでにこのゲームではもうミッドレーンを見ていると。フォーカスミはミッド、これね、あの戦国がこの試合に関してはね、戦国が皆さん生放送で振り返りやってるんですよ、戦国のチャンネルで。でめっちゃまとえてる解説しててめっちゃ細かく喋ってくれてるんで、だいぶプレッシャー受けなかったとしても基本的にはやはりそれをね多分見るとこの試合戦国なぜ勝てなかったのかっていうのがめっちゃ出てるんで、ね多分ねそれ見た方がいい、それマジで参考になるレベルで細かく言ってくれてる。ドラフトのなぜジンクスが良くなかったかとか、ただそんな中でもしっかりとゲーム戦えていたので、やはり FM の方が強い、縦割りをした理由はなぜかとか、ただその縦割りがうまくいかなかったらジンクスが重いのはなぜかみたいなのが、まあ ADC 目線ですげえ語られてるんで、あれでもねめっちゃ良かったですね。YouTube にも上がると思いますけど、Twitch で上がってると思うよ。あれは本当いい解説してた。トップはしょうがないんだよね。パズは。これもモルで当てられてる以上は、レーン負けだから。それ以上にミッドボットでゲーム作りたいんで、天国は。タリアが押して、春の時はこれがボットへ行ってっていうのを繰り返したい。で、ウーコンをボットから追い出して、ビエゴが入って、本当は。で、ウーコンいないから、ボットレーンダメトレしてっていうのを繰り返したいんですよ、これ、ボットレーナーは。だけど、ウーコンがレベル1でボットレーン追い出されて、で、2周目も、ビエゴが入っていけばいいんだけど、入っていってないじゃないですか、これ。この2周目。で、このボットのもうスカトルも取られちゃって、で、この2周目本当は入っていきたいんですよ。この、ウーコンに。だけど、このスカトルさえ抑えれば入ってこれねえっつうのが分かってて、全員で FM これ、このスカトル取りに行ってボットの。ゼリも寄って、アーリも寄せてるんで。それでもこれまだ入っていけるチャンスはあるんですけど。注目なのが
互いビエゴがレベル4でウーコンレベル3で、でミッドを仕込んでて、これこそまさにビエゴが今フロンプにいればウーコンが追い出せるんですよ。こういうタイミングで入っていきたいんだけど、この2周目入っていけなかった時点でもう結構終わった、ね、マジでこれは体当てるべきなんですよ。ビエゴがウーコンにガツガツ当てるべき。しなかったということは、戦後ゲーミングとしてはそのファーストドレイクのところをあまりこう見ていない。あ、重く見てない とそうですね。むしろヘラルドの方を重く見てるかもしれないですね。なるほど。ただデゾネーションレボル君は軽かったの良くないっつ、めちゃくちゃ打つだ。嫌な思い出があるでしょ。軽かったらボットのマッチアップで勝てねえ、ファームになっちゃうっつ。それでも抑えていかないと。俺は一番はビエゴがウーコンに体当てなかったことだって俺は言ってんだ。まあまあ人それぞれね、見る目線が違うからおもろいよな。あのトップはみんな満場一致で、これはもうドラフトの有利が FM ラストピックトップに持ってって、まあ、タンク出してモルで出されたから、まあ、これはしょうがねえよっていうのはもう満場一致だよ。これがあるから先出しタンクができないんですよ、ね、今。トップはでもファイターでよかったよ。ノーチ取ってるから。エンゲージ足りてる。ウィーバーウォールとノーチのアルティメットでエンゲージは足りてるんで。8ロックスとかそういう系がなんか欲しかったです、僕は。中段戦でもそこそこ戦えて、グエンとか、GP だとちょっとグローバルが過ぎるんで、あとナーとか。もう一回体当てに行けるかどうかなんですけど、ウーコンが6になったら別にビエゴ体当てに行っても、ウーコンそんなに負けないんで。6までだわ、あんだったら、ビエゴ結構体当てに行ったら勝ってたりする。さあ、そのボットレーンに入り込んできますが、ここも勝負しません。戦国ゲーミングがブルーバフスティール成功になりそうです。本当に譲っていきますね。今のところも、ジェット選手には渡しませんでしたね。ワン選手のレベルの方を重視してますね。さあ、川の視界は取りました、戦国。ここから、ボットのプッシュ、そして、ボットレーナーはそのままミッドを横断しながらヘラルドへというルートを、まあ、プレッシャーとしてかけていくと。あとはウィーバーウォールがチームとして使えてなかった。とは言ってもジンクスのファームさせたいので、そういったプレッシャーをかけ、ここなんかもそうじゃん。ミッドボットでさ、視界取っていうプランを、まあ、実行していきたいですね。ブルーは取ったけど、グロンプとウルフは結局ウーコンが取れちゃってみたいな。感じになっちゃってし、ホットサイドでゲームしてタリアのウィーバーウォールでキルスノーボールっていうのをやりたいんだけど、ディエゴが体当てに行かないから、あの何もアクションが起きないで、何もアクションが起きないとゼリーユーミのパワースパイクを迎えてゲームが終わるんですよ。トップサイドはモルデカイザーの方が先に寄ってくるんで、トップサイドにウーコンがジャングル食ってるときは体当てに行けないです、ビエゴは。いやちょっとレボルさんが恐ろしいと感じてしまったんですけれども、やっぱカルトヌンクイバー買ってる時点でなんとなく想像、 FM の方が強いと思うね。そうですね、買うなら。あのチームで言うと、まあこれも好みによるな。あとはジェットがキャリーチャンプやったらジェットの方が強いかもねっていうのは天国に秘められたパワーだから、それこそコウキとかアカリとかルブランとかサイラスとか、さあどうするか。ただ今回はタリアだから、しかも 12.12B のタリアだから、エビが釣った、エビが釣った、いや
あたら、スマイトでワンスが取りました。リフトヘラルド獲得、戦国ゲーミング。ここもヘラルド重く見たけど、これも良くないよな。ゼリが結局ファームできて。そう、ミッドに寄せたくはなかったですね。なるほど。ボットにそのまま痛かった。はい。ここは FM 側もうまくやったと思いますね。そして先んじてレッドバフに対しての侵入もできますから。これでジンクスボットタワー入れないけど、だいぶ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 。ああ、やっぱ2枚止めて取れてますね。取れてますね。これは FM 非常にうまくやりましたね。さらにはスティールのダイブを。戦国良くない。本当良くない。もうこんなダイブしてくれって言ってるのもんだ。ジンクスをミッドに寄せたくはなかったですね。なるほど。ボットにそのまま痛かった。はい。この動きするんだったら、エビが釣った、エビが釣った。ジンクス。レッドバフの裏に視界が必要なんだよな。この後絶対さ、ここ入ってくるから、この動き絶対してくるからヘラルドの後。もっとスムーズに取りたかったのと。この動き、FM がやってる動きね。なるほど。レッドバフ取りに入ってくるし。ここにワードが必要なんですよ。この FM がコントロールワードを置いてるところに戦国のワードが必要なんですよ。ヘラルドやるとき。そうしないとダイブされちゃう。アーリが寄ってくるのも見えないっしょ、これ。アーリマーのワードの通過してきてて。ジンクスだけ先にボットに戻らせるんだったら、あそこに絶対視界を置かなきゃいけない。リコールもできないですから、なんとかして取り返すしかないですけど、もうこれもうワンスがカバーするしかない。そうですね。ガンコン狙いに行く。オートアタックフックだったんですが、見てからでしたね。それでも反応しますか、ユタボン。いや、そしてエビ選手はマッチアップアドバンテージ生かして、さあタワーダイブになっている。タワーダメージは入っていない。これはエビがうまい。初心者で集団戦がごちゃごちゃ、 CC 持ってるプレイヤーだけ見とくといいかも。でしたね。駆け引きで上回りましたエビ。でもこのマッチアップは、まあ、ソロキルされるのも仕方がない、どうしようもないことなので。あ、でも大抵はね、ダメージ出すやつに対して CC 打つから。この体力だと、これタワーを食らいつつリセットして、結局 CC が大事なんで。アルティメットだといかないんですよね。ダメージ判定じゃないですからね。これはうまい。なのでウーコンの入り方とかアルティメット持ってる。セカンドドラゴンに関してはフォーカスミはデジュアニのアルティメットのうちのアルティメットが誰に言ってるかと、あとファイナルチャプターユーミのアルティメットがどう打ってるか。まあでも最近ね、集団戦見づらいっすよ、最近のロールは。ごちゃごちゃしてる。ちょっといいチャンピオンが非常に多い。クラウドソウル、モルデカイザーもダメです、ゼルもダメですし、ウーコンもダメですね。やっぱりエンゲージするやつがウーコンだから、ウーコンとでノーチ見とけばいいっす。で、その後は ADC 見とけばいいです。最初のスキルだけ見る感じです。これウコンとノーチの。ゼリーも追いつけるような。ウコン行ったじゃないですか。エンゲージしたじゃないですか。で、この後ゼリーがどうなるかと、あのジンクスがどうなるか。で、ジンクスが落ちたんで、もう FM 有利だなって。初心者の人はね。今のはちゃんとジンクスにウコンのアルティメットが入ったじゃないですか。これステルス使って見えなくて、それでジンクスがヒットで、ノーチが対応したフックはウーコンに打ったじゃないですか。ってことは、あのここは CC 食らってるけど、ここはフリーじゃないですか。だからこっち有利だよねっていう。ダメージ出るやつはこいつとこいつなんで、そういう感じの集団戦見方すると一番楽かも、初心者の人。爆雷打ったけどもうやられた後みたいな。で、上級者になってくると、ね、このボット頑固するときに
ミッドレーンの寄りとかを見るといい。アーリの方が先に寄ってるとか。あ、だから FM 仕掛ける。あ、仕掛けた。あ、タリア間に合わない。アーリが早い。あ、だから FM エンゲージできたんだねが上級者。戦国はなんでこれでエンゲージしたんだろう。タリアがリコールしてるのに。っていうのが、ちょっと慣れてきた人が言い始めること。なんでタリアリコールしてるのになんで行ったんや。ウーコンの位置も分かってないのに。そういう感じ。味方的には。全部集団戦大体そうなってるんで。そうそうそう。で、その CC が火力枠に届かないとき、CC 役が CC 役を潰したりします。本当はジンクスに言いたかったのは間違いないです。なるほど。さあ、ジャングルの中、フィールドを見つけたワンス、一対一を仕掛ける。おっと、怒り投げ、ちょっとエンティ、これは壁を。いや、難しいとこですね。しまいました。角度が欲しかったですか。難しかったですね。ただ、これでボットに対してだいぶプレッシャーをかけることができてますが。さあ、これでジンクスがようやくタワープレート1枚。取れますね、これで。ただ時間が時間なので2枚が限度かな。これはウーコンがリコールタイミングなんで、あ、取れました。ダイブされたら FM やられちゃうから、アーリを寄せて、アーリが消えたから戦国も FM アーリ寄ってるっつうことでやめましたけど、タリアがミッドを仕込んで、これボットタイミングなんですよ。これがもう一つアナルジョスクで言われてたタイミングですね。これもう神の視点からしたら戦国ボットダイブじゃないですか。これ。タリアのウィーバーウォールをここに使えば。だけどここにコントロールワードがあってウーコンが見えてなくて、ウーコンがもう一回カバーでボットに来てるかも。だからダイブできないんですよ、これ。ここが唯一戦国がボットダイブできたタイミングなんですけど、ウーコンが見えないからいけない。これもレボル君も言ってたね。状況的にはもう戦国バカ有利なんですけど。圧ってやつですか、いわゆる。そうですね。レーンワードのボットの、FM 側のミッドとセカンド、ファーストとセカンドの間にコントロールワード置いてあるじゃないですか。はい、はい、あります。あそこでワード消されてる時点で、あそこにウコン構えてるんじゃないかという予測だったと思いますね。なるほど。さあ、序盤のタワープレートはそれでも戦国ゲーミングが6枚、デザイションカスミが5枚。まあ、ただディフトヘラルド取ったのにと考えるとちょっともったいないなと。ボットレーン、ゼリーの方が500ゴールドファーム勝ってますから、ここ FM 側が順調にゲーム進めているというのは間違いないですね。トップレーンでも1300ゴールド差。ミッドレーンではほぼイーブン。そしてこれが。そう、まあでもこれが駆け引きですからね。戦後ゲーミングはもう、ヘラルドを必ず取ってシミットで栄勝してみて、これができて、でもこれが疑える戦国もすごいんですよ。これ何がすごいかっていうと、あそこにウーコンいるかもって疑ってる戦国もすごいんです。じゃないと成立しないんですよ。で、疑ってくれるかもと思ってやってる FM もすごいんですよ。そしてクラウドレイクの勝負になりますね。このタイミングのリコールということはもうドラゴンファイトというのを見てます。切り取れたら、おお、やっぱ決まったねなんだけど、 FM 側からしたら、いや、この状況で来んのかっていう気持ちになってるわけよね。これはパズ挟まれてしまった。これは無理です。さすがに 1V3 です。ワードで見えてましたね。あ、見えてましたか。はい、リコールのポジションというの見えてましたね。ですね、これでしかもセジャイのアルティメットも落ちましたから、ドラゴンファイトというところはかなりデザインションフォーカスミーの方が有利に立てますね。だウーコンとアーリのアルティメットがなくなったという点を考える戦後ギーミングも戦えないわけではないですけど。さあ、ドラゴン2つ目となりますが、戦わない判断。トップとミッドタワーどうやら狙うようです。戦後ギーミング、ただ
バイタルはリコール。もうここからはその序盤のアドバンボットレーンからのアドバンテージでゲームを作っていくプランではなくて、バイダル選手のファームを優先して、そして彼の2コアで2コア3コアのところで戦っていくというプランに変えているようですね。もうロングゲーム見ようと。そうですね。ただやはり何度も言うですが、ゼリユーミ、特にゼリの2コア3コアのパワーというのは非常に高いですから、そこをどう抑えるのかというのは非常に重要になってきますね。まあ、でも互いにビルド差はほとんど ADC さんではないという状況になってきています。いや、ただエビがもう2コアですか。クリスタルセプター購入ができた。これアルティメットでノーチアスを抑えたらもうノーチアスは絶対に倒されますね。まあ、戦国じゃなかったら決まっ、あれかもね駆け引きは成立してなかったかもね。戦国だから疑ってくれたまで、なんかありそうな感じはする。買うゴールドがないですね。買えない。それよりもソラリ急げよと。そうですね。なのでモルデカイダに捕まる前にエンゲージを仕切ると。さあ、そのエンゲージができるかどうかエンディ。そして戦後ゲーミングとしては。ワードラインをちょっと上げられていない、せっかく3つのファーストを破壊したにもかかわらず、レーンワード、ミッドのレーンワードを置けていないというのが非常にもったいないので、ミッド周りの視界というのはちょっと取り返していきたいですね。今動き始めてますかね。そうですね、はい、エンティが、そしてバイタルがワンスがとラインを上げていっています。その間にいるのはスティール、それを狙いに行きますが、旋風エンブでなんと対応してからのファイナルチャプター 2v2 という構図で戦いに行く。ワンスの当たりが非常に低い。ここはワンス逃げましたが、その逃げ先にはユタポン、ただここが届きませんでした。捕まえた。シビレーザーからのスローが入ってユタポンを狙いに行く。戦後ゲーミング、いや、ただ倒せない。バイタルがオートアタックできません。そして逃げているのはパズ。スティールを倒そうと何とかしていますが、ここもダメージ足りず。ここも動き始めてますかね。そうですね、はい、ここちょっと特殊だよ。キャッチからのスパイトって感じだもんね。キャッチ狙ったけど、これ2対2だからね、ユーミついてて、ユーミのアルティメットからウコのダメージで返されて、でダメージが出すのがこことここだよね。ここにいるのがダメージ出すよ。まあ、ここはちょっとあんまりかな。あとここかな。で特殊なところからスタートして、飛んでって、ノーチのアルティメットで止まって、でここをフォーカスできればいいんだけど、ここがモルデに捕まってて、でアーリがここに入ったんだよね。アーリが入ったから、これダメージ出せるの2人に対して1人だから、な殴ったら負けちゃうから殴れない状況になった。ここだね。あ、ハープか、入ってきたのは。まあ、何しろ2対1だから、ヤハロンがもし、こっち来ててもおかしくないよね。これ、アルティメットのこっちから来るから、ここ殴れないね。こっちも2対1だから、こっち殴りたいんですよ、ほんと。だけど、モルデのアルティメットを打ってるから、いなくて、殴る対象がいない。だから一緒ダメージ出せない。ようやくエビが画面に映った時にはもう人数差ができてて勝てないよっていう感じだね。初心者が見る油断戦の。上級者が見る視点としては、これファイトをしに行ったのは戦国なんだけど、ここ壊してないじゃん。ここ壊してないのがまず最悪で。で、この下も残ってて、ここがなければ ADC がこっち行った時に殴りやすいんだけど、こっちに逃げようとして、ジンクスがこっちから来た場合、裏からゼリが来るから、だからジンクスが取れるポジションがないんだよね。こっちに行ってからはこっち殴りたいけど、ここ残ってるから FM 側からすると怖くない。戦風エンブレなど対応してからのファイナルチャプター
だから準備が中途半端でキャッチする相手がウコンで弓ついてたっていうその判断が良くないよね、戦国としてはっていう感じ。このコントロールワードが残ってるのは本当良くない。でも状況的にこれもジンクスは殴れないんですよ。これがこのまま左上に流れてくれて左上のブッシュにコントロールワード刺さってればジンクスはそっち行けるんですけど、それによってジェット選手が参加できず、リプレイで確認しましょう。モルデカイザーのアルティメットですかね。テレポートをすぐさましたときにジェッツ選手に対して入っていったのが大きかったと思いますね。これね、ゼリが来るじゃん、ここに。ここにゼリが来るから、もしジンクスがここからこっち殴ってた場合、ウーコンが突っ込んできてジンクスここで狙われちゃうから、ジンクスここ取れないポジション。これで抑えたことによって、このファイトのところでウタポン選手にフォーカスできる判断なんですよ、本当は。ええ、しかしジェッツ選手が入れなかったことによってダメージが足りませんでしたね。だ右下に行くのか左上で戦うのかっていうのがなんか中途半端。戦国は右下で戦うんだったらウーコンに深追いしちゃいけないんだよな。ウーコンのアルティメット、弓のアルティメットを使った時点でバックなんだよね。でバックしてゼリーへのフォーカスを考える必要がある。なんかキャッチしないとあーってなって。戦国ゲーミングがここまでゼロキルですか。全く仕事をさせてもらえない。各プレイヤーがこの試合でやりたいことっていうのが全くできてないですね。オブジェクトボーナスももうすでに発生していますから。しかも結構な金額ですよ。うん、まあ、マックスまでも上がってますよね。あとはここから、まあ、なんとかドラゴンを抑えながらオブジェクトボーナスを獲得しつつシャッターンゴールドを発生しているヤハロン選手を狙っていくというところが狙いになりますかね。ただヤハロンはデッドしない。戦国はねミッドタワー取れてるんだからミッドからの有利っていうのを考えてゲームしたいはずなんですけどできてないんだよ。なんか日本のチームってミッドタワー取ってからサイドへっていうのを苦手な人チーム多いな。あ、これがさっき言ってたやつ。エンゲージするやつを止めて、エンゲージスキル使う前に倒しちゃおうっていう。チャーム。エンティがうまくフックで逃げたからよかったけど、これ倒れてたら、エンゲージスキルが戦国1個なくなるから戦いづらいよねって。理想はね、ADC に CC を打つのがいいんですけど、まあ、基本届かないんで。FM 側の視界のアドバンテージというのは非常に大きいですね。あとサッシュもありません。エビがちょっと怖いでしょうか。かなり怖いです。さあ、戻ってきた。ただこれはすぐさまスティールが、というかデトネーションおかすみ全体が分かってましたかね。引いてましたね。さあ、ドラゴンファイトになりそうです。クラウドドレイク、デトネーションおかすみが取れば3つ目。FM しかいないんで戦国は有利ですね。コントロールワードもない。流れでドラゴンやってるんで、FM このファイト案外負けるかもしれない。買いがないからいけないんですよ、これ。回答ができちゃう。ああ、でもチャームが決まったから関係ないですね。うまかったですね。トップサイドに宣告。これ下側に引いてんのが偉いよね。こっち側にもう一切ワードを受けてないからこっち側で戦ったらまずいんですよ。サイドにデトネーションフォーカスミー触ってるのはデトネーションフォーカスミーです。裏からエンティ狙おうとしますがここにはいなかった。エビが一旦前に出てからの死の国へ。さあ、ドラゴン取った後獲得したのはデトネーションフォーカスミー。そこからのスティールの仕掛け。ヤハロンですね。見とくべき。これ引いてるのは戦国ゲーミング。ただジェットの体力
が持たない。これチャーマンです。1キル獲得したのはデトリションコンビ。さらにはジャムからファイナルチャプター、すごい距離をブリンクして捉えていった。トリプルキル獲得、全国ゲーミング。ただジェットの人はいなかった。エビが一旦前に出てからの死の国へ。さあ捉えたのはジェットです。で FM は視界がないから前出れねえって言ってたけど、これ何がでかいかっていうと、このねエビが現世に戻ってきた時に視界が手に入ってたんですよ。これエビが戦ってるから視界あるじゃんって思うかもしれないですけど、これ死の国の状態なんでいないんですよね、まだ。でここで現世に戻ってきたんで、ここで全部見えたんですよ。だからおおチェイスだっつって戦国もこの2つの視界を生かして解答しながらファイトしようファイトしようってやってたんだけど、ウィーバーウォール使いたかったっすね、アリアが。このファイトは。の上昇といったスキルもないので、集団戦のところで狙った足をつかめると非常に難しいんですが、ユーミが乗ることによってエメソを上昇させて強引にジェット選手を取ったと。ハープのアルティメットのタイミングも抜群に良かった。モルテカイザーが絶対無理よ、あんな。後にハープ選手がアルティメットを使って3人にスネを当てたと。完璧でしたね。それに合わせてヤハロン選手もフロントに入ってチャーム当てる動き完璧でしたね。リプレイです。これマジでここからさ、こうやってウォールしきゃドラゴンリセットかかるからかなり有利なんですけどね。強引に捕まえる動き。そしてこのハープがうまいんだよな。ここアルティメットまだ使わないんだよね。ここから前掛かりになってでここで使って届く。でエンティがもう集団戦になった途端にゼリにアルティメットを打てなくなってる。手前どうにかしねえとってなった。ウォールで分断しないと PC が生かしきれない状況が戦国続きです。エビルは3500ダメージ、ワンスは0ダメージという集団戦になりましたから、そチームワイト。数のアルティメットは買いまくって外れたね。スネアじゃなくてスタンだね。これがそう。この投げて、フワーンってなってるやつ。これが直当たりすると、3になる。でもこれ結局クレンズあるから、ユタポンに当たってても、クレンズで終わる。カチャンってやっても、クレンズで解除されてえ、一応 ADC には狙ってるけどって感じ。ユートが非常に大きかったのと、プラス、モルテカイザーがアルティメット中にジェット選手を倒した後にハープ選手がアルティメットを使って、いや、ウィーバーウォールから分断してエンゲージするべきだ。合わせてヤハロン選手もフロントに入ってチャーム当てる動き完璧でしたね。リプレイです。このところで強引に捕まえる動き。このウーコンにユーミが乗るのではなくてこの後でしたね。ここから前掛かりになってこれなんですよ。見事でしたね。視界ないですよね。ないですね。ただまあ逃げる方向は抑えていますし、ミッドレーンのところにミニオンウェーブを来ていますから、ある程度予測でと。ヤハロンのアーリーはやっぱりすごい。そうですね。エビルは3500ダメージ、ワンスは0ダメージという集団戦になりましたから、ラストチームワイト。まあ、ちょっと味方に起点を作ってもらわないとビューがダメージ出しにいけないですから。ハズのスネア。あ、ハズのスネアはユーミのアルティメット。後でしたね。ここから前がこのユーミのこのここになんかフワーンって出てるじゃん。フワーンつってこれがスネアになる。3回当たるとスネアになる。ユーミのアルティメットだね。視界ないですよね。ないですね。ただまあ逃げる方向を抑えていますし、ミッドレーンのところにミニオンウェーブを来ていますから、ある程度予測でと。
やっぱりすごい。そうですね。エビルが3500ダメージ、ワンスは0ダメージという集団戦になりましたから、ラストチームワイト、まあ、ちょっと味方に起点を作ってもらわないとビューがダメージ出しにいけないですから、そしてバイタルもちょっとダメージを出さなければというような、このためのジンクスなんですけれども、ダメージが出せていない集団戦のところでジンクスがキャリーしようとすると、やはりインフィニティッチが欲しい、うん、ラビットファイヤーカーのクラーケンスレイヤーはそのニヤミヤのところヘタポンゼリのアルティメットはなんか自身の周りに電撃ダメージを発動時にボーンってなんか出すのよ。できないですね。海洋系みたいな感じでなんかブワーンつって変なオーラ出して、それにダメージが乗っかって、その後あの殴るたんびに、まあ回数とかも一応あるんだけど、なんか追加効果がいろいろ付与される、通常攻撃にいろいろ追加効果でダメージが乗っかって、で自身のその殴るたんびにアルティメットのスタックが溜まっていくのよ。なんか発動した瞬間に0スタックとか4スタックぐらいからスタートで、でそのスタック、今のがユタポンのアルティメット、これゼリのアルティメット見てて、この後、はい、バーンってやってんじゃん、これがゼリのアルティメット、これの当たった人数分だけアルティメットのスタック確保して、そのスタック分に応じて自身の移動速度が上がる。でそのスタックに応じて攻撃も強くなっていく。でそのスタックは殴ればずっと永続で続く、殴り続けれることができれば5秒ぐらい殴んなかったら切れるんだったかな。いや、フォーカス受け切ってからアルティメットで逃げましたよ。だってギリギリのところで生き残りました。恐ろしい。ヤハロンも恐ろしいが、エビも恐ろしい。そのまま試合終了、勝利したのはデトネーションオーガスミードになりました。それでは狙ってたと思う。狙いましたが、当たりません。さあどうする戦国。ここもウォールから行けばいいんだけどな。当たりそうでしたが、ここはストップウォッチ。それが切れた後、ここはチャンスだ戦国。エビを倒しに行きたいが倒れない。まだ倒れない。まだ倒れない。フォーカスをしているのにエビが倒れない。嘘だろ嘘だろ。アルティメットで白くに隠れて、そして製造。そしてファイナルチャプター、キルを持っていくのはヤハロン、そしてユタボンだ。隠れて、それが切れた後、ここはチャンスだ戦国。エビを倒しに行きたいが倒れない。まだ倒れない。まだ倒れない。フォーカスをしているのにエビが倒れない。嘘だろ嘘だろ。アルティメットで白くに。いや、ユミのアルティメットが強え。ユミのアルティメットが強え。このユーミロストチャプターなんでダメージ高いんですよね。今あんま行かないんですけどね、ユーミでロストチャプタールーデンテンペストって行かないんですけど、このこれにこれに行ってたせいでダメージが高い。多分タリア1回も使ってないんじゃない、この試合アルティメット。